ビールのも。洗わず食べれる野菜まあこれをこの丼皿にぶち込みます。今日はこれかけるサラダシーチキンを丸ごと入れます。サラダの出来上がり。質問コーナーします。恋愛でも何でもいい、普通のことでもいいんでお待ちしてます。まあこれをストーリーに投稿してご飯食べて食べ終わった頃に質問を返すっていう追加でなんかつまみます。氷氷次のお酒はこちらです。でモンキーショルダー、モンキーショルダーねこれウイスキーなんですけど、なんか結構甘みがあってなんか飲みやすいんですよね。最近これはもともとその友達とウイスキーバーに行って、何このウイスキー美味しいってなってからネットで注文したら、そう3000円ぐらいで買って、これをご褒美としてね、しっぽり飲むのが好きです。基本的に今こういうウイスキーは割るのはもったいないんでロックで飲むようにしてます。このグラス可愛くない？これこれね、なんかねお酒が好きな私のために、友達の女の子がプレゼント、タンプレでくれた。いただきます。なんかこれはすごい香りがバニラというかバナナというか、なんか甘い香りで割とこう飲みやすい、甘いかな。後味もすっきりしてて、なんかウイスキー独特の なんだろうツーンっていう感じが少ない、女の子飲みやすいかもね。まあロックが無理な人はまあソーダ割りが美味しいかもな。言ってますけど、あ、そうそうそう、私おつまみ、好きなおつまみがもう固定されてて、なんか好きなつまみなんですかって言われるんだけど、だいたいでカニカマ、カニカマめっちゃうまくない？しかもカニカマってなんかついつい食べちゃうけどカロリーが低いっていうね、ありがたい話ですよ。そしてそしてたくあん、たくあんは私はもう小学校の時からお菓子代わりでたくあんをよく実家で食べてて、私からしたらお菓子なんですよたくあんは。なんで今日はコンビニでな、帰り道になお酒とこのつまみだけ買って帰ったんよね。あとはな、よう食べるつまみはアポロとあとマカロニサラダかな、うん、ぐらいじゃん。なんかあるかな。
たくあん食べよう。うまっ。完全にウイスキーと合わねえな。ウイスキーにとってはアポロとかチョコがめちゃめちゃうまくて、いつもチョコ食べるんだけど、たくあん食いたかったよね。うまっ。ビールもちょっと余ったよな。ブラジャーいつもどこで買っておりますか？特にこだわりないよな。ワコールかピーチジョン、ほんとで買うことが多いかも。てかここで質問返ししてるのウケる。まあブラジャーのことやることあるもん、興味ないやろ。なんか自分的に3、4ヶ月に1回はなんか買えんといけんらしくて、形崩れるから、なんかおっぱいエステの人が言ってた。だからそれぐらいの頻度で買えてるけど、まあ気持ちの問題だよね。ボロボロの下着つけたらなんか運気割りそうじゃん。だからいい下着をつけて気合を入れてます。別に誰にも見せることねえけど。美容針に行って何が変わりましたか？美容針私めっちゃ行くんよ。なんかハマってるっていうか、結構体に合ってると思ってて。でもさ、ここちょっとあざあんの分かる？最近美容針して顔に内出血してもうた。ズバリ、アイコを好きになった理由。アイコ好きになってるよ。そんなもん、アイコ好きになったのはもう片思いしてたからかな。その時始まり、最初のきっかけはめちゃめちゃ片思いしとって、その時にアイコの曲にドハマりしてからって感じかな。女だね。今日の晩ご飯はどんぶりサラダとたくあん、でビール。お腹いっぱいになりました。かまぼこ、じゃあかまぼこじゃなかった。酔っ払ってるのかもしれないな。ごちそうさまー。ごちそうさま。お風呂入ろ。よいしょ。化粧しとらんし、ちょっと眉毛ないしさ、何この毛、何この毛、まあ、いっか。